い、まだまだ続いている BMA 展レッドカーペットショー、次はこんな方が登場します。こちらです。この人の登場です。スパイクの演奏と同じのアーティストとなりました。先ほど素晴らしいライブを披露してくれたアムロー。かわいい、めちゃくちゃかわいい。あの今回あのベストフィーメルベレーをノミネートされていますけども、去年もね賞を受賞して、はい、今年はどんな感じになりそうですかね。いや、あのアワードを楽しみたいです。はい。あとあのサプライズな、すごいサプライズなゲストも来ているということが噂があるんですけど ね、 ね、すごい楽しみです。私もドキドキしちゃってるので、はい、今日ゆっくりと